でもいいですよ、何でなんとなくやろっか。はい、なんとなく。お疲れ様でした。3時間の生放送金曜ハミング、お疲れ様でした。古谷香織の金曜ハミングが3時間4時から7時までの生放送になってます。はい、時々なんだっけ、トワイライトハミング様なんていうメールも来るんですけど、うん、僕はガンとして、うん、古谷香織の金曜ハミングっていうタイトルなのでそこはもう譲らないです。ハミング当てっていうメールはもう中に入れないです。あのね、なんでトワイライトハミングかというと、一応帯番組なんですよね、うん、そうなのよ。月曜日から金曜日まで、そうそうそう、トワイライトハミングっていう番組をやっていて、月曜日から木曜日までは、5時から7時までの2時間で、ね、2時間なんだよね。で、金曜日だけ3時間なんですよね、うん、で、もともと金曜日はずっと私が担当していたので、古谷香織の金曜ハミングっていうことになっています。やらせてもらうときに、はい、古谷香織の名前をつけていいですかってお願いして、うん、いいですよって言うんで、もうガンとして、もうホームページに古谷香織のっていうのが抜けてるとすぐ文句つけます。ちょっと分かりづらいんで、ね、だから他の曜日の日はトワイライトハミングとか、うん、何曜ハミングみたいになってますけど、そうそうそう、金曜日は古谷香織の金曜ハミング、そうそうそうどうぞよろしく皆さん。ということで今日は、はい、ユースターハミングやるんですけれども、うん、僕がもしかしたら8時から、うん、打ち合わせがちょっとあるかもしれないのと、あと9時10時にはちょっとカオルちゃんと約束してて、カオルちゃんって言われてもね、ご飯、同級生のカオルちゃんと約束してて、はい、ご飯を食べに行かなきゃいけないんで、うん、9時には終了。そうですね、って感じですかね。ですね、延長ないよ。延長ないです。あとだから僕は8時ぐらいには、8時前に多分いなくなっちゃうんじゃないかな。はい、その間は、その後はもう今日は一応影武者を用意してきた。影武者西さんの代わりに、はい、そんな人を、はい、ちょっと喋ってもらえない。どんなビッグな方なんでしょうか。特別に、特別に今日はね、うん、打ち合わせが多分もしかしたらあるんですよ。まだ分かんない。ね、金曜日か月曜日かにやりましょうって言われて、はい、月曜日がミュージックボックスの収録で、うん、金曜日はここで喋ってるんですよ、うん、どちらも夜8時ぐらいにしたいっていうふうに言われてて、うん、で金曜日はここで喋ってるから、まあ打ち合わせ行こうと思えば行けるけど、月曜日はミュージックボックスの収録でずっと町田にいるから、まあでもなんかお任せして抜けることはできるかなとは思ってたんだけど、うん、どっちになったかがまだちょっと思い出せない。思い出せないね、うん、なんかね、俺は金曜日のつもりでいたんだけど、うん、なんかさっきやり取りをした局の人とやり取りした LINE を見たら、うん、なんか月曜日の6日の日に、じゃあ6日の20時でみたいなこと書いてて、ほう、6日ってだって月曜日だよ。そうなのよ。おかしいね。おかしいね。だけど俺電話でもう一回話をして、うん、金曜日でって言ったような気がするんだけどね、覚えてないんだ。だからそういうわけでそういうわけで今日はちょっとどうなるか危ういんですけど、はい、うん、だから今日は早く、うん、もうすぐやりますよ、ね、数字当て、すぐやります。じゃあ今日のお題です。はい早い今日のお題、今日はね、どうしようかな、今日はフルザブ西ザブをポンポンお願いします。
どうかな。前がポンポン出しすぎたんだよね。先週の西ラジは久しぶりにいっぱい出てましたね。半年ぶりぐらいにたくさん出しちゃいましたね。そんなに久しぶりに、あんなに出すことないの。あ、そう、うん、どうしたの。いや、月に1回ぐらいちょっと出す日があってもいいかなって、うん、なんかなんだろう、パチンコで言うならよく出る日みたいな。お、さすがパチプロ。いやいやいや、なんでパチプロなの。長いことね、パチプロとして生活してる。私はタヌキチ君しかやったことないですからね唯一やったのタヌキチ君。いわゆる一般台っていうやつでね。なんかわかんないけど、タヌキチ君可愛いんだよね。なんか可愛かったです。あのタヌキがこうやってお腹のところにこう玉を入れて、うん、中にポコって入るとジャラジャラって出てくるやつね。もう忘れちゃったけどということで、はい、あのザカさんすごい細かく書いてくれてありがとうございます。いつもありがとうございます。本当助かります。皆さんに助けていただきながら、これでなんかクイズがよくわかりませんという人は読めって言えますザカさんのおかげで。ダメダメ、ありがとうございます。本当に助かります。ね、ザカさんが本当に細かくこのゲームだんだんやってるうちにさ、うん、複雑化してきちゃうんだよね。そうだね。なんかこういうルールもやった、ね、入れたら面白いんじゃないか、ね、邪魔しましょうっていうの設けようかとかね。そうそうそう、そんなこといろいろやってるうちに自分たちでもすっかりもう説明ができないっていう、うん、そうそう、自分たちでもね手に負えない感じになっちゃって、そうそうそう、そんな感じになっちゃってるもんですから、今日はというわけで西ラブ古澤はほとんど出ない感じで。なんでそんなことはないよもう時間あんまないからさ、だから打ち合わせの人が来次第俺打ち合わせに行っちゃうから。そっか、もう今いなくなってもおかしくはないんだよ。早くやろう。じゃあ早くやろう。今日お題をだから決めちゃう、うん、お題何でしょうかね。博多道場ではないんですよ。博多道場では僕の同級生は働いてないです。僕の同級生の弟が働いてる。そうですね、李さんの同級生が働いていらっしゃるお店に行くという。そう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 。今ねもうすぐ仕事が変わるんだよね、うん、そこを辞めちゃって別の仕事場に行くっていうんで。じゃあいらっしゃる間に顔を出しておこうっていうことですね。今日はだから僕の影武者も連れて行こうと思って。お、得よね。影武者映ってないんですか今。映さないわよそんなだって位置的に李さんの後ろぐらいに映さないわよ。映さないんだ。俺の後ろにいる人って大抵映んないわよ。そうだね俺の後ろにいて映る人って進撃の巨人ぐらいよ、ね、は、まあいいのよ。そうか、もともとねピカリンさんもね説明書いてくださったり。ああ、そうだった、ね、みんな皆さんね本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。感謝です。もう2人きりじゃ ね全然説明できないもん ね、はい、っていうか俺よく分かってないもん ね、 なんかね。いや、それは分かってるよ本当。うん、じゃあ、かおり、邪魔しましょうの説明お願いします。邪魔した人がもらえる賞めんどくさいのお題を考えましょう。はい、お題を考えてください。今日はさっきも今日さ全然オープニングトークでなんでこの今日お題がテーマがこれになったか触れるのかなと思ったら特に何も触れることなくじゃなかった。新年度ですねっていう話とかしたよ。入社式もあって新社会人の人が新たにね仕事を始める時期ですねって。あ、それでなりたかった職業はになったの。僕は、うん、昨日風に立つライオンという映画を見てきました、はい、その中で印象的だったのは、うん、その主人公がお医者さんを目指す、うんうんね、のがちょっと軸になってて、うん、でそれで芝居ツアー博士の伝記を子供の時に読んでなったんだっていう風になってね、うん、でも実際にはそこでいろんな葛藤があったり受験で落ちたりとかいろいろその芝居ツアー博士の伝記を手にするまでもいろいろあったりとかいろいろあるんですけど、まあそれで自分の意思を通してそのまま医師になり、うん、そして医師として自分は何をすべきなんだろうっていう葛藤の中アフリカのね、戦火の中に近いところの本当に野戦病院みたいなところでの仕事を選び、そしてそこにやってきた子どもたちがその命のバトンを受け継いでンドゥッグーっていう人が、ね、その光一郎っていう名前を名乗ってまた医者になるっていうその命とその、志をなんか受け継いで行くっていうようなとっても素晴らしいお話だったんですよね、うん、はい、そんなことに感動したとってもいい映画でした、うん、皆さんは
うん、かつてなりたかった職業などありますかっていうようなそんな話かなって思う。なるほどね、そっちだった。俺そう説明したやんけど。そっちだ。それでこのテーマはどうって言ったのに。何や新社会人の季節ですねって。ちょっと勘違い。勘違いだった、ちょっとだけ。短っと思って。まあ、あの風に立つライオン、とてもいい映画だったので、ね、見てない方はぜひ見てみてください。本当にいい映画だったわね。ちょっと本当にもうね、泣きっぱなしだった、ずっと。もう涙が乾く暇がなかったよ、なんかね、うん、あれそうでもなかった、うん、なんか文句言ってたもんね、なんかね。文句言って、ちょっと違うやんけ。言ってたもんね、なんか、ね、違う、これほら、あのこれ書いたの誰や、さだまさしやんけって言ってね。これ見てない人もいるし、これから見ようかなって思ってる人もいると思うから、うん、それは言っちゃいけない。何がそういう、そこ禁止、禁止なの。それ歌と違うっていうのは別にいいんじゃないの。まあまあそれぐらいならね。ね、あの実際には何だっけ、柴田浩一郎先生だったんだっけ、うん、それが島田浩一郎になってたっていう、うん、もうそれだけでも違いますもんね。まあそりゃそりゃね。そういうのでいくつかあの出したんだよね、うん、あの映画を見たと思うね。昨日はちょっと本当に2時間半の映画でものすごい疲れちゃって、もう涙も枯れ果て、もうね、こんなになってたんです。あの終わって立ち上がれないっていうのを久しぶりになんか感じたね。結構、まあ、テーマもね、まあ重いというかヘビーというか、でも命っていうものについて考えざるを得ないような、うんうん、ね、そんな。ちょうど今なんかニュースでね、ケニアの大学のところになんか、ね、銃が乱射されてっていうね、147人死んじゃないかって、ね、痛ましい事故がのニュースが入ってきましたけど、そんなすごくいい映画だったんですよね。だから明日のテーマ何しようかっていうふうになった時に、まず、その職業、ね、とかでなりたかったものっていうのはどうですかっていうのと、あと風に立つライオンっていうのがそのお医者さんのね、うん、リバウンドのせいじゃないですよ。ライオン立ち上がるね、ライオンっていう話が中心だったので、うん、あなたらは動物に例えると何みたいなね。そう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 、風に立つ、そうするとオープニングが短く済むよっていう、うん、昨日は風に立つライオンっていう映画を見てきました、主人公がライオンでした、皆さんは動物に例えると何ですか。主人公がライオンでしたってそんなようなんでもいいんちゃうっていう。もう一個ぐらいなんか考えたね、うん、なんだっけ、あなたが好きな歌に出てくる、はあ、風景ね、風景はっていう、ずっとやっぱりあの歌をね、やっぱり知ってて聴いてた人にはなんか風景がやっぱり浮かぶじゃない、うん、その風景がやっぱり映画化されて映像になるっていうのはね、もうそれだけでなんかちょっと感動しちゃうよね。そんな風景ってなんかみんな心の中に持ってると思うのよ。サザンの歌の中のさ、うん、湘南のイメージとかあるじゃない。あのサザンの歌とかを聴いてきっとなんか湘南に行ったことない人もなんとなくこういうあの江ノ島が見えてきて、うん、俺の家が近い雪吊りの女なんてっていう夢を見るように忘れてしまう、さっきまで俺一人あんた思い出してたっていう風景が浮かぶんだと思うのよ、きっと。そういう歌のなんか風景っていうのをなんかみんな好きな風景なんじゃないかなってイメージしてる。そういうのないの。なんかいっぱいやりすぎて絞れないなって思って。そうだね。そしてきっと長くなるかなって。あ、メッセージが、なるほどね、長い一言ではこうやっぱり長いメールはやめてくれと。違う、迷惑だからと。違うんですよ、一言で言えないじゃないですか。そうね、別にあの曲の風景って言えばいいんじゃないのってくれば、うん、すぐに短く紹介できるけど、でもほら好きなさ、うん、
風景とかだとさ、うん、説明したいじゃん。ああそうだね。ね。なんかないパッと浮かぶ風景。なんだろう。曇りガラスの向こう側でビューってなんか人が飛ばされていくようなそれそういう歌じゃないと思うけど、そういう風景を見てみたいよね。そういう歌じゃないと思う違うのよ皆さん。長いとか長いとか、いやでもね、なんかね最後ね、あのメールが紹介溜まってしまって、うん、あの紹介しきれなくなったら名前だけを紹介するときってあるじゃないですか。そうだね。で名前と一緒に、うん、なんだろう、一言で紹介できるようなテーマがいいなと思ってて私は、うん、例えばだから、うん、今日だったらさ、うん、誰々さんは野球プロ野球選手とかで、はいはいはい、そのほらそこに至るまでの説明とかはあったとしても、うん、あの時間がなくなってもうパッパとあの紹介していかなきゃいけないってなった時は、誰々さんはお花屋さん、誰々さんは野球選手、誰々さんは車掌さんとか、吉郎之助さんはフィンガーファイブみたいな。わかるか余計混乱するわ。なんかほらそうやって一言で紹介できた方が後半、うん、あの紹介しきれなくなりそうな時はいいかなと思って。緑信号さんがほら香りに失礼しました。いやあのね、全然私は何も言ってないからね。あのね、ああいうところの細かいやり取りのことを言うと、例えばイントロがこの曲40秒だから、うん、それに合うサイズに紹介できないからこれ短くって言って、まあ、できなかったらいいやって言ったら読み始めたんで、あ短いサイズにできたんだなと思ったらずっと読むんですよ。切れなかったんだね。どこも歌始まってそれで終わってから、あ切れなかったっつってなんかさ切れよ、あの切れる時と切れない時があるんです、ね、話の流れ的 に、 流れで、ね、ほら同じボリューム失礼しました。同じボリューム文章が書いてあっても、はいはい、ほら、もうここから下は紹介しなくても分かるかなとかさ、はいはいはい、あるじゃん。省いても大丈夫かなっていう部分が、でも省けなかったんだよね。ね、そう読み始めてここまで行っちゃうとこの次の行も読まなきゃいけないみたいなね、そういうのがあってね、それがちょっと面白かったんですよ、うん、決して緑信号さんのメールが長かったわけじゃないです、うん、あの千田高さんも伝わってきてます。大丈夫です、大丈夫、長いメールだとは思ってないです。大丈夫です。最近千田高さんが開業してくれなくなっちゃって、あらね、没個性っていうんですか、もうなんかそうやって日本人ってみんな同じになってくる、ね、何散々ね、散々開業開業多い多い言ってたのにねどうせ開業が多いわいいんです、あの皆さんは自然に書いていただければいいんです。こっちでちゃんとうまくその時に使える時間に合ったサイズにアレンジできればいいなって思っているので、うん、あのだからね、あの今はないけど、例えばこれな割と長めのメールがあったら、うん、あの僕がやるときは僕がやるし、あの間に合わないときはカオリンが自分でやるときもあるけど、うん、ここのところをまず絶対読まなきゃいけないところに、ね、うん、囲んであって、で時間があったらここを読みましょうみたいな、そうそうそう分けてあるんですよ、うん、でそれであのカオリンはだから配分を自分でなんかちょっとあれだね、選挙カーがうるさい ね、 ね、例えばこの曲これはあの今このアウトロで紹介しちゃいたいからちょっと短く読もうっていう時には一番短いとこだけを読んだり、それからその長いやつだけどこれいいメールだから後からあの全部紹介したいなっていう時はカオリンを取っておくんです、それを、うん、でそれで後の方になってゆっくり紹介できる時間があったらそれを紹介すると、その代わり長いメールを取っておいて最後の最後まで取っておいて、で結局読めなくて名前だけになるってこともあるんですそうなのよ、そうなの、そういうこともあるんですよ。なんかねパッと、まあ、初見とかで見るとそうそうそう、ね、やっぱりあの一気に下読みは全部できないから、うん、短いものから目を通していくんです。で通したからこれは読んだ、あの目を通したからいつでも紹介できる、はい、で長いのはついつい後回しになっちゃうんですよね、なんか下読みもね、しっかり時間がある時に読もうって、そうそうそう、でなるとどうしても短いメールからあのご紹介していって
ドアがダンって開いた。長いメールがどうしても後回しになっちゃうと、そう、ね、で結局最後時間がなくなると、ああもう紹介できないってなると、うん、じゃあ長いけど、うん、プロ野球選手だけ紹介しようみたいな、ね、そういう風になる。そうそうそう、だあの別にあの短くまとまってなくてもだからこっち構わないんです。こちらでその短いその要点だけを読む場合と、その前後をちょっとつける場合と、全部が読める場合と、その時間によってこう、ね、そうそう、いろいろあるんです。そう、ほどほどに短く、ほどほどに開業っていうことですかね。あのね、あの開業は普通なんですよ。むしろ開業のない人の方が困りますよ、どちらかというと ね、 ね、だから開業が、開業あると助かる。その開業が、千田高さんは、うん、こんにちはから産業を開けて千田高ですみたいな、そういうのがそれが面白いっていう話をしただけなんです。個性、個性、そうそう、個性、個性、別にそれが迷惑でもないしね。そうそうそう、全然大丈夫ですよ。1行につき5行の空欄入れたのはつったけど、全然構わないですよ、好きなようにしていただいて。こちらでなんかまとめたりね、ちょっとあの一部だから時間の都合でカットしたりする場合もありますけど。でもほら今日からさ、うん、また5分間、うん、6分間、そうなんだよね、5分間か、5分、あのまたインフォメーションが入ることになったので、ね、4時台の最後5分短くなると、その分紹介できるメッセージもね、うん、限られてきちゃうよね。そうね、5分って大きいもんね。5分でかいよね。5分あったらなんかだいたいメッセージだいたいね、3,40 秒あればお一人紹介できるもんね、うん、まあ、コメントをつけたりとかすると1分ぐらいになったりとかするけど、それだけでね、今日もだから40通ぐらいでしょ。お、それをね、そうすると約 5,6 通は違うわけだからね。ね、なのでちょっと頑張ります、ね、トマトさんのは一番ノーマルな感じのメールですよ、うん、開業とかでも、うん、今度サムソンさんとか名前を出すんじゃないそうだよね、15分短縮の、一時期にそうだ、そうだよね、あ、そっか、なくなったコーナーとかもあるから、まあ、行ってこいなって感じもする、まあね、でもほらピザーラもあるし、あ、ピザーラ毎週だし、前はね月1回だったんだよね。相模原インフォメーション、東京町田インフォメーション、相川町インフォメーションって入ったからね、うん、それで今なんだっけ、公共あの町緑公社、公社もあるし、5つの浮き番組入ってるから、そうだね、だってどれも5分ぐらいだからね、うん、それだけで25分30分ぐらいの長さになるんだもんね、はい、そんな感じなんですよ。頑張ってできる限り皆さんの紹介できるようにね、頑張ります。カタカナで全部送ってもらったら僕が多分中に入れないですそういう嫌がらせはやめてください、うん、そういうメールはね、もうあのここにポンって、あの罠とかかけんのやめてくださいそう、千田高さんはね、あとリクエストが、私の曲とかをリクエストくださってる方も割と後半に取っときがちになっちゃうんだよね。そうなの、そうなの、だからね、別にあのどのメールが読みづらいとかそんなことはないのよ、うん、全然できれば、緑信号さんにできればお願いしたいのは、あのカットされたとか言わないそーっとしておいて、そう、ね、うん、したくてしてるわけじゃない、したくてしてるわけじゃないね。今日はここの部分だけしかあの読む時間がなかった、あの曲の前にね読もうとしたから、うん、そこの部分だけになっちゃったけど、あ、短くされたみたいに書かれるとするとカオリンが、あ、ごめんなさいって思っちゃうから、そうそう、うん、さあ、じゃあそんなわけで、はい、今日はお題を、やばい、あと30分しかないよ、ね、西さん、じゃあその風に立つライオンのもう一つのお題にしようとしてた、うん、風に立つライオンが好評だったので、はい、続編ができました。続編が、うん、なんと風に立つライオンの続編が決定、はい、動物が変わりました。ライオンじゃなくなったのね。ライオンじゃなくなったんです。これ風に立つじゃなくてもいいですし、ただ動物の名前なんです、やっぱり、はい、何になったでしょう。難しい。例えば、
風に立つライオンの続編、うん、生きり立つチーターとかそういうなるほどね、そういうそういうことでいいの、そう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 、うん、あと風に立つライオンの続編、やるせないサイ何それ大丈夫その感じでよく意味はわからないけれどもそういう感じで、はい、じゃあちょっと待って、あ待って待って待って数字数字ほら数字ちょっと待って数字もうもう数字書いてくれてますか、それお、あ書いちゃった本当、うん、じゃあとりあえずやっちゃう、やっちゃうやっちゃう、やっちゃってから、うん、後で数字のチェックする、そうだね、これじゃあカオリ後で取りに来れば分かった、はい、数字も決まったんでスタートだからジンつってんじゃんはいスタート、いまいちやなって言われてるそんなこと言わずにみんな頑張って、あと30分しかないから、いやだからトマトさんのは一番普通だってば、全然開業したらもうその癖で開業方法になってしまいましたって、うん、大丈夫、うん、トマトさんのは全然普通よ、はい、一番助かってますベーシックよ、生きり立つポニョ西さんとかぶってもうた、風に立つ西健治、動物だっつって、生きり立つチーター、スカート下に寝そべるカメラ小僧、どこに動物がカメラ小僧っていう動物なの、面白い面白い、ちくたたまさん、数字決まってますよ、決まったってさ、風に流されるフラミンゴ、風に立つフータ、フータくんね、あれ結局何でも立つらしいもん ね、 ね、ただあの時に他の動物園の人たちがみんな黙ってたっていうのが、うん、そうだね、うちのも立つよっていう風になんなかった、ね、みんな黙ってたっていうのがすごいね、うん、風をこじらせたコモドオオトカゲ、この人には今日あげない安川竹に立つこういう詐欺、あこれあったよね、これはさすが、風で寝るカオリンこれも面白いね、風で寝るどんな続編、息切れしたチーター、ポニョが立つお馬さん、風に立つオカン、ハギになるペンギン、風に立つオカンは、あごめん2回読んじゃった、肉で泳ぐ西さん、朝に立つ虎朝立ちの虎ってこと、した復活、ムツゴロウさんにダブルが出たところです、兄貴肌のカバに、うん、ダブルが出ました、アヒリダスカピバラ、森の中のヤンバルクイナ、壁を登るヤモリ、かわいいよね、雨フラシのナメクジ、暑い海で泳ぐアツオくん、カオリの横に立つムツゴロウ氏、風に吹かれる怠け者、発情期のカマキリ、家が建つ猫、どういうこと、家が建つ猫猫が家建てたんだねきっとね、田園調布に家が建つみたいな、そんな猫なんだね、空を泳ぐ鯉、生きり立つあそこ、いやらしいチワワ、おねだりする猫、開業した開業屋、地べたを這う蛇、穴に隠れるウサギ、鍋の手が止まらない西さんはい、ムツゴロウさんしょうがないな、よがり出すミーアキャット、町田に立つリス、あこれもなんか地元っぽい ね、 リス園だもん ね、 ね、転がる猫、香り立つ西さん、匂いね、香りの匂いに敏感だからね、西さんの上下に立つ香り、上下に立つ、餌を食うダイオウグソクムシ、自由すぎる香り、エアコンの風を真冬に浴びる西さん、雨に打たれる象、あなんかこれなんかちょっとあげないけどね、じゃあ私あげよう、なんか絵が見えました、今ガンダム大地に立つ腰を振るホルスタイン、家の窓にヤモリ、ね、黙るキリン、凶暴化した薬師池の声、ちょっと怖いよね、とにかく目立つゴリラ、煮えた鶏それ大丈夫、猫軍団、海面で溺れるクジラ、怒り出すカオリン、風に吹かれるライオン、空で飛ぶぞ、風で飛ぶぞ、
命令で立つ兵隊さん、セミに立ち向かう香り、セミね、セミね、前そういうのあったよね、温泉に入る日本猿、あの絵も可愛いよね、湯飲みで立つ茶柱、動物じゃないし、ね、風に乗るハヤブサ、再びブラックアート、今のところね、ごめんなさいね、飛べない鳩、目立ちたがり屋の怠け者、キャラが立つスズメ、小判を巻くネズミ、お、こじゃれたこと言うじゃない、ダブルありがとうございます、ブラックアウトしてました、そうだよね、恐怖のコウモリ、水たまりのボウフラ、なんか語呂いいね、水たまりのボウフラ、でもあげない、あげない、焼き鳥、腹が立つオバハン、カクカクのユーストアプリ、今結構カクカクだったりするかもね、白ポロさんが夜桜祭りを楽しんでいるらしい、ね、コーヒータイムだ J、いいね、汁を出すサラブレッド、角が立つ青鬼さん、揺られる海で泳ぐイルカ、風に立つにゃんこ祭り、西が立つおばさん、どういうこと、角が立つおじか、アルプスに立つクララ、叫ぶヒヒ、豚のパイロット、生まれたての小鹿、根性で立つジョー、それ明日のジョーじゃん映画が1分前にします面白いけど、ね、草を刈るカマキリ、盛り立つ猫、行列に立つムツゴロウさん、噛むリス、噛みそうだよねあれね、堕落したライオン、店の前に立つ浅野の仙台いたんだよね本当に写真撮らせてもらってね、お元気そうでよかったわ、ゾウに踏まれても壊れない筆箱、これ俺竹内さんに踏まれて壊されたから、ね、竹内さん女の子だっけ、そう女の子、30秒前、竹さんって呼ばれる、腹が立つオイラ、風に立つバドリン、おはようからお休みまで暮らしを見続けるライオン、いいね、ライオンは残すっていうね、逆の、巨大化した金魚、カオリンの後ろの忍び立つ西さん、忍び立つダンデライオン、ダンデライオンね、ちゃぶ台に立つ星一徹、賢いアリ軍団、手が短い手長猿、ゲスとなるハゲタカ、壁に住むコウモリ、ケンタッキーフライドチキン、チキンタツタバーガー、風に勝つマラソン、終了です、ツイート終了です、ネズミの遊園地、せんべいを待つ鹿、キャラが立っても可愛いカオリン、クジラの立ち上げ、ムーミン谷のニョロニョロ、風になびくサラビレット、草を刈る草刈りバサオ、騒ぎ出すジュゴン風に立つジェイ、凍りつくタイムライン、味噌を研ぐマタタビ、日光猫軍団、ちょっと面白い、日光猫軍団って猫いるんだよね結構ね、そういえば、腹が立つ香り、目のないメガネザル立つよ腹角が立つラクダ、眠たい香り、眠い、大丈夫、今日は平気、今日は平気、俺眠い、雲に乗るハイジ、やっと立つポータル、魔法瓶のゾーン、ここで終了、西ザブ610枚になったそうです、青野さんすごいね、買いとくね、虹を超えるカモメ、天下取りの大鷲、あ、3月じゃなかった、4月、オイランに立つライオン、みんな大好きペンギン、拳銃ぶっ放す舘ひろし、4月6日誕生日ですってプラレールさんが、それはそれは、じゃあ押しておこうね、誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、フルタブです、ちょっと早いですがどうぞ、豆腐の角、こんな感じかな、はーい、おー、ザコさんウノ649枚、じゃ数字のチェックします、はい、数字がね、あ、知らないんじゃん、数字知らないんで、なんでチェックをするの、チェックできません、ちょっと待って、じゃあ持ってったよね、よし、あ、でも映るんだよなこれやつ、ね、ちょっと待って今じゃあ映さないんだね、どうしても今切り替えたから大丈夫、今ね、あの大変お待たせしております、もうそろそろ、どうしよう、ね、まだごちそうさせてない、あ、はい、わかりました、書いとこ、合ってたようです、今日の8時、やばいですね、あのフルザブ西ザブ数字宛てのプレゼント、はい、
もう送れるものがなくなっちゃった方には引き続き送れないんですけど、はい、送れるものがある方には送らせていただく今準備をしておりますので、もう少しだ、ね、もうちょっとお待ちください。もうちょっとだからね、あの1週間以内で送れると思います、ね、もうあと宛名をいくつか書いたら終わるので、あっち、そういうわけで、あのちょっとお待たせしておりますけれども、もうすぐ届きますからね、楽しみにお待ちください。これから貯めない女になるから、貯めない女頑張ってちょうだい、頑張るからちょっとカオリンが切れちゃうね、切れちゃう、うん、ごめんね、ちょっと変えるね、チェックしまーす。これぐらいかしら。先週は邪魔しましょうが出たんだよね。そうだね、今日はどうかな。カオリンが今数字のチェック中です。今日はどうかしらね。あれ変わんないな。あれ同じなのか。まあいいや。でもさ、数字的にはさ、うん、なんか出そうな、出そうな数字だね、数字だよね、うん、610枚の人なんかね、もうね何も来ないと思ってますよ200枚までなんだよね。200枚までは確実に送れるものが、ものがあるんです。でそれ以降はもう新しいものができたら送るみたいな。そう、200枚を過ぎた方には、うん、もうちょっとやそっとじゃ送りませんね新しいアイテムができたら送る、できたら送るっていうことになります。よろしくお願いします。めったなことでは送りませんってどういうこと。じゃないんだもん、送れるものがそうなんだよね。ちょっとお待ちくださいまして、そういうふうにそういうシステムにしたら、西座部途端に投稿が来なくなった人とかいるからね。それだけが原因かどうか分かんないですけど、じゃもうプレゼントだけが目当てだったんだろうね。何それ最初からその程度に思っていただければ。西ザブフルザブなんてね、出たり出なかったり、ね、うん、気分で出てるようなもんですから。本当に面白いのに、なんか俺の方が面白いのに、なんでこっちには出てこっちには出ないんだみたいなこともあるかもしれない。そうそう、私なんて思いついたら押してるぐらいですから。そうですよ、古谷浩平なんてねずっと番組中一回も持たなかったっていうことがありますからそういうことあるんです。その程度にね、受け取っていただければ。数字当て6回ほど当ててるから送ってもらえるものがもうないって。ん、誰さん、うん、知らない、気なさんなんでなんで知らなくて大丈夫ご近所の方も送られてきません。なぜなら取りに行くからです。あ、そうですね、そうなの。もうね、送らないのだっていつもさ、だいたいもうちょっと下世話の話で申し訳ないけど5000円から1万円ぐらいするからね、毎回送料が。まとめて送るからね。まあね、で結構なんだろう、形も大きくなっちゃったりとか、そうね、する時もあるからね。そんな金かけることある感謝ですからご参加してそうだよ、ね、番組を盛り上げてくださって。お金の問題じゃないわよね。そう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 、お金の問題じゃないのよお金の問題を持ち出したの俺やっちゅうねチェック終わりました。チェック終わりましたなんか一人暴れてる人がいるけど、んわしやわしやって言ってる人がいるけど意味なくてああってなんだよ。その方がその反応の方がひどいじゃない。送るよ、大丈夫よ。あるよね、6回。うん、ね、全部違うわけじゃないんですよ。そうなんだよ、西ザブでもフルザブでも、うん、あるいは、数字当ても。実は送るものは一緒なんです。同じなんです、実は。そうなんです。だからそんなにいっぱいあるわけじゃないので、アイテムが今20ちょっとぐらいあるのを順番に送ってるので、はい、そうなんですよ。例えば西座部20枚
の人と、うん、西ザブ10枚フルザブ10枚の人同じものが行く感じですね。ああそうなんだ、ね、そういう感じだね、はい、だったらなんでそんなにフルザブが大変なんだっていうね、苦労して集まった割にはそうだね、西ザブと同じものが送られてくる、そうだね、割と報われないその程度に受け取っていただければ、ね、そう だってやっぱりフルザブ30枚超えてる人ってちょっとみんな尊敬するよね。そうかな、ね、だって多分サーキットのおかみさんなんか1万本もらってないんじゃない。そんなことない、そんなことないよそんなことない、私西ザブ180枚超えてるもん、それに数字当てをプラスしたら、うん、南部さんにもメッセージこの間書いたから。あ本当、もうあとは入れて送るだけです。あ本当だ、そうですよ、ね、だからうるさい人には最初に全部送っておきましょうそうね、今回結構ね送るんだよ。そうかなり多いよね今回もね。今回はね、うん、気になる気になる、自分送られてくるのか気になる。それ一個言い出すと大変だね。そうだね大変だね、うん、秘密ね、秘密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 、そうそう、金曜ハミングだけでねずっと座布団集めてる人もいますから、うん、あだ数字のチェックが終わったところ、数字のチェックが終わったそうなので、古谷先生から、うん、古谷先生から発表です。よし、さあ今日はどうかな。先週は邪魔しましょうでしたからね。ね。どうだ、残念、ありませんでした。残念。でしたね、残念。結構でも惜しいような、惜しいのあった、うん、もうちょっと並びが違えばなみたいな。もう一個だけやろうか、もう一回だけラスト、ラストあと10分で8時ですもん ね。じゃあちょっと短めにやりますか。短めに、じゃあどうしようかな。あジュリスさんカップないんだ。カップとかは、カップはね200枚なんですよ。西ザブ200枚、西ザブ200枚の景品だそうです、うん、ジュネスさんは160枚だからもうちょっとだね。200枚集めなきゃダメなんだあれはね。そうだよ、一応西ザブ100枚と200枚は送るものが決まってるんです。そっか、名前入りのね、はいはい、ちょっと、うん、ね、よし、じゃあもう一個問題、今日のお題は何だったんだっけ、なりたかった職業ね、うん、なりたかった職業、石原さとみさんも良かったわね、とってもね、風に出すライオンのね、牧陽子さんも良かったわね、んどくが良かったよねうん、大沢たかおさんはなんせ、あそうだ、もう一個あれだよ、ん実現したい、あそうだそうだ、したいもの、夢はとかそういうような実現したいもの、ね、これ言っていいんだよね、企画が大沢たかおさんっていうのがね、いいんじゃないですか、クレジットに出てくるんですよね、坂さんもご存知だと思うけど、うん、クレジットがずっと進んでいくとスタッフロールの中に企画大沢たかおって出てくるのね。あの佐田さんの歌を聞いた大沢たかおさんがこれを映画にしたいって言って、うん、佐田まさしに原作を書かせで三池監督にねやってもらい、で共演者たちも含めてなんかたくさんの人を大沢たかおさんの情熱が動かして、
ああやって映画を一本実現させるってすごいことよね。すごいよね。でそれをさ、大体その裏方のなんか人がやるじゃない、業界に顔の開いなんかえばってるおじさんが、え、じゃあ俺が、いやいや、あの監督に俺が頼んでやるからみたいな。そんな人いるの？そういうようななんか口ばっかりの人とかいるのよ、なんか結構ね。そういう人いな、会ったことない、そういう人。俺がお前スターにしてやるから。あ、でもいたかも。いたでしょ。嫌、うん、なこと思い出した。あと不思議だなと思うのは、何でしょう、宇多田ヒカルとかさ、うん、綾香とかさ、ああいう売れた人になると、うん、なんか俺が育てたんだっていう人がすげえいっぱいいるよ、ね、育てた人が。そう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 。それで一回びっくりしたんだけど、なんかレコーディングとかしてるとさ、うん、すごいんだよ。例えば俺たちがレコーディングしてると、まあマネージャーさん、ディレクター、プロデューサーなんかめったに来ない。それでエンジニア、まあ、アシスタントエンジニアとかミュージシャンとかそのぐらいじゃない、うん、だけどなんかそこ行くとね、コントロールルームのソファーがいっぱいになるぐらい、お、いろんな人がいるの、いろんな人がいるのよ。そのちょっと覗いたら、そういう有名な人のレコーディング、多分絶対に何人かは絶対宇多田ヒカルさん本人とかもやってる人も、うん、あれ誰だろうなって思ってる人が結構いる。紛れ込んでたりするの。結構いるはずなんだ。 そういう人が絶対宇多田育てたの俺だからよつって言ってるに決まってんだよ、なんか。まあ分かりますよね、ほら有名になるとさ親戚も増えるっていうじゃないですか、うん、そうね。なんかね、そういうの ねありますよ、なんか、うん、だからその大沢たかおさんの情熱がね、うん、しかもましてその裏方じゃなくて自分が主演をしてやるのにさ、そんな企画からいろんなところに頭下げて走り回ったらしいよね、うん、そうなんだ。その姿に佐田さんも打たれたって言ってたから、うーん、すごいなと思って。すごい ねその行動力もすごいし、うん、それを実現するのってね、並大抵の努力じゃできないもんね、うん、それで皆さんも何かそういう実現をしたい夢というか情熱をかけて傾けてるものはありますかっていうのもお題の一つになってたんですよね、うん。じゃあ、はい、どういうこと？ん？イベントの差し入れで西さんのお腹を少しでも。ああ、そうだ。いつもね、いろいろ差し入れしていただいて。俺はだいぶ皆さんに育てられてますよ。おかげさまで。うん、ね、佐田さんに大沢たかおさんがね、いつ書くんですかってなんかだいぶ。忘れてないですよねってなんか、うん、1年くらい経って言われてたね。なんかね。ちょっと怖かったって言ってた。それぐらいの情熱だったんだ ね。それでそう、 YMO の再生時もメンバーも知らない元関係者がたくさん出てきて、それっきり大げさにはしなくなった。何それ、ね、かと思うとさ、うん、あれカオリンの CD は違ったかな、マスタリングエンジニアの人でね、うん、ずっとお世話になってる人が何回も、毎回それは多分社長のつながりで毎回お世話になってて、そこにマスタリングをお願いしてて、それでずっとなんかその人にやってもらってたのね。それで何回も会ってて、あ、西君今回も頑張ったねとかね、なんかもうだいぶお話もできるようになってきて、それでそういえば僕名刺できたんで行って名刺を渡したら、うん、あ、じゃあ俺も名刺渡さなきゃねっつって、渡したことなかったかもしれないねっつって渡されて、その名前を見て、あれ何 YMO のエンジニアとかってされても、ああ僕 YMO 全部やってるよっつって、へ、小池光雄さんっていう人なんだけど、そうなの、あの小池さんなんですかって言って言わないんだよ、だからむしろやってる人っていうのは。そうなのかもね、俺がって言わないで、ね、言わないんだよ、だから、ね、いや周りから言われて仕方なく、うん、やったよってそういう感じなんだろうね、きっとね。ムツゴロウさんは西さんが育てる、そうです、そうだ、僕は一人前のウクレレ進化にしてみせます。最近聞いてないね、ウクレレ、ね、全然やってないんじゃないか。なんか
結構あの楽器ってなんかどっかで壁にぶつかるところあるから、ね、分かる分かる、私も何年か放置してたからね、うん、遅刻するよって言われてる、じゃあ決めなきゃ、やんなきゃね、じゃあ、うん、カオリンが企画して、大沢たかおさんのように、うん、カオリンが私が企画して、そう20周年じゃないですかデビュー、はい、今年何か本当は野望を持ってるんですよ、はい、こう見えて青兄さんも育ててください、こう見えてそのカオリンが実は情熱を持ってこのデビュー20周年に何かを実現しようとしてます、はい、それは何なんだろう、スタートなんだそのやる気のないあれ、あ、これを出してなかった、スタート、あれスタート、はい、やべ、西さんがウクレレ思い出しちゃった忘れてへんちゅう、だからあんまり言うとプレッシャーになるかなと思って言ってないだけで俺はいつもお前を見てるっちゅうね、うわさあ読みますよ、カオリン主演の突っ張り映画を撮る、突っ張り映画、雑誌きらめき30を出す、隠してるこれそうだよね、きらめ、まだきらめいてるんだから、水着写真集発売、自動ピンポン機能、どういうこと、カオリンフラダンスを踊る、ブラックホールの観察、急に来るね、再びイケイケギャルを目指す、目指してたの、イケイケギャル時代ないよ私多分、PV 集をリリース、あービデオね作りたかったね、途中まで作ったんだけどね、1本しかないね PV あのあいよいよ長くなるから、ね、長くなるからね、あれは本当に俺、はいどうぞ、まあいいや、はい総長の歌発売、江ノ島をバイクで登頂する、永見さんにフルガムオーバンブルマイ面白いね、お疲れ様です、じゃあそろそろ僕もいらした、じゃあ、はい、禁酒ライズアップに出る、怖い怖い怖い、もうあの終了にしていい、うん、あ、味噌汁作れる女になる、終了、ごめんなさい、終了で、してあるのだけ読み上げます、はい、セカンド写真集、体重100キロ以上の人限定の遊園地を作る、それ俺じゃないの、江ノ島エスカを逆走する、結婚する気になる、某 IT ジャーナリストに、言わされたアルバム2枚リリース、太る、若手を育てる、西さんから独立、別に俺に所属してるわけじゃない、バドカウリン以外にないバドコスを着こなせるように頑張る、フルザブ祭り、江ノ島の総長奪還、フルザブ祭りやろうね、どこかで、ああいいですね、正月に富士山を目指す、二代目カオリンオーディション企画、二代目カオリン、新曲はきらめき、来てくれたお客さんに一発ずつ気合を入れる、何それ、うざっつってねとうとう新曲を出すってば出すよこういう挑発すると、あ、案外フルザブもらえたりするんやね、よかったね、水野さん、カオリンニュースキャスターになる、西さんの体型に追いつく、やだ、カオリンブロックを積み上げるミスコンで優勝する、セミの克服、カオリンのお立ち台を目指す、富士山に登る、変態キャラを目指す、カイブラン PV 積み木崩し、あいつを忘れる、終了、禁酒、何かが終了したみたいですけど、こんばんは、こんばんは、今夜はショートバージョンです、お腹空いたから今からプルコギ食べます、超後のプラネタリウム、あれ湘南台だよね、あそこはね湘南台です、ね、さあということで、じゃあ数字のチェックをしてもらいつつ、はい、チェックしてますので、ここあれここ行ってらっしゃい、なくても音聞こえるかな、大丈夫かな、じゃあここで僕の影武者についに登場、影武者に変わろうと思います、数字チェックしてる、喋ってくれるかな、それじゃあ変わります皆さんどうも大変お待たせしました、ご紹介します、聞こえる自分の声この方です、よろしくお願いします、マジですか、こんばんはこんばんは、こんばんは、映ってるかな、映ってる映ってる自分の声聞こえます？私の声も聞こえますか？あ、はい、聞こえます。はい。はい、ということで、松山亮さんでーす。どうも、カメラどれ？これか。カメラそれです。これか。
はい、今日は先週はあのサプライズで磯優子ちゃんがスタジオに来てくれたんですけど、びっくりしました。今日は今日で松山さんがサプライズで来てくれたんですよね。全然驚いた様子に見えなかったんですけど、そうすごいびっくりしましたよ。あ、そうですか。ねえ、今日はなんで明日静岡で、うん、あの山作戦こと高山さんが、はいはい、あの新作のミニアルバムの小作品集のライブをされるじゃないですか、うん、はい、レコ発を。そうですね、それにちょっと行こうと思って、うん、静岡ですよね。静岡に行くついでというとなんですけど、うん、まあ足を伸ばしてみようかなと。わざわざ前日が金曜日で、うん、ハミングがあるのが分かってたので、うん まあそうなりますよね、帰れ帰れとか言われてる。え、町田の方、あ、町田相模原か、ここは。そうですね、町田には寄ってきたんですか。横浜から直接横浜線でもうここまで来ました。へえー、ということで横からリス行ってこい。今もうへえ閉まっとるがな。リスも寝てるよね。あ、はじめまして、あ、じゃあちょっと今から私数字のチェックをするので。あ、そうですね、じゃあ松山さんちょっと自己紹介がてら喋っててください。はい、どうぞ。マジですか、うん、多分ね、知らない方もいるかもしれない、ね、知らない方がほとんどでしょうね。そうかな、でもユーストハミングにはね、前にも一回、あれはお盆なんで。 FM 相模に来てくださったのいつ以来でしたっけ。は年末です。年末以来か。あの、はい、ここにいるムツゴロウさんとか、はいはい、坂さんとかお兄さんと一緒で押しかけてきた、あの時も押しかけてきた。もうそこでわらわーって放送中も、そうだったそうだった、はい、してて、うん、その放送とかをね、あれは西ラジだったけれども見てくださってた方はね、ご存知かもしれません。喋れるんかいな。喋れませんよ、大したことないですよ。一人で30分事故になります。じゃあ数字のチェックしちゃいます。はい、そうですよ、ミニアルバム確か5曲入りミニアルバムなんだね。山作戦さん、そうですね、確か5曲入りとかって。5曲入り、その中に結構今までの代表的な、うん、アカネサスとか、うん、木曜日に会いましょうとか入ってるらしいって出てて、ものすごく今回楽しみなんですけど。あ、そっか、入りすぎてるんやな音が。あ、マイク結構広いのでそんなに ね近寄らなくてもね大丈夫だと思います。結構声が小さい小さいっていじられるじゃないですか。モノマネするとね、すごくもう消え入りそうな声で、なんか腹式呼吸ができない熊倉和夫みたいな声で喋ってるみたいな、あのモノマネちょっと真似したいんですけどね、なかなか自分のモノマネなかなかマスターできないんですよあれ。さあ今日はね、松山さんが決めてくれた数字なのでどうかな。あ、大阪のライブ行きますか。この方は、うん、緑信号さんってさっき、あ、はいはい、紹介されてた方ですね、うん、大阪のライブも行きますよ。だって住んでらっしゃるのが奈良ですもんね、はいはい、関西のね、うん、片隅なんで。片隅、本来大阪やと思ったんですけど、うん、ちょっと高山さんの地元でね、ライブを見たいなっていうのがあって、うん、あとね、ボックスの松永さんもなんかサポートで、そうそうそう、ゲ、ね、ストボックスにはあの腹ペコっていうユニットをやっている女の子、松永さんが鍵盤をやっていて、みおりさんがボーカルの2人組がいるんですけれども、うん、そのね、松永さんがキーボードでライブに参加するっていうことで、確か彼女も静岡なんですよね、出身が。そうそうそう、久しぶりにだから実家に帰ってゆっくりしてくるって言ってました。うん、そんなのも楽しみですね。そうですね、2人の地元で、うん、ライブを見るぞっていう、とっても楽しみな明日は。
あ、つまらないのはね、ぐの音も出ないです。何ムツゴロウさんが今日の数字つまんねーってまだ出てないし数字。そう、リュウですかって青鬼さんが、リュウではない、サポートですよね多分。松永さん鍵盤で明日多分、はい、あ、そうですね、うん、山作戦さんと一緒にやるのはサポートだね、うんうん、前にもね、あれは山作戦さん名義じゃなくて天草塩、はいはいはい名義のライブにはね、うん、出てるんですよ、サポートで。なんか YouTube やったかなんかで1回だけなんか、うん、見たことあります。見たことあります。なんか白いドレス着て弾いてらっしゃいませんでしたっけ、うん、松永さん、どうやったかな、忘れちゃったけど。あ、いや、天草スローの紛争が白いタキシードやったかもしれないです、ね、ちょっと記憶ないんですけど、松山さんはね、歌も立てらっしゃって、ザカさんがリンクを貼ってくれてますが、マジですか、作品って、ありがたいな。でもね、もう僕のなんてもう大したことないんでね、まあスルーでいいですよ。今新作作っているとか、ね、あと1曲なんですけどね、うん、SCD になる、配信 CD にしたいんで、したい、今までの iTunes の寄せ集めと、うん、それに2曲ほどちょっと新曲作って、うん、1曲はもう歌詞まで作ってもらって、うん、あのそのレコーディングもこの間したんですけど、はい、あと1曲ね、うん、ちょっと作詞以来難航してて、ちょっと今までの人とは違う人とやりたいんですけど、はいはい、あの何曲入りの CD とかになるんですか。全部寄せ集めて12曲になりました。おお、フルアルバムじゃないですかそうなんですよね、えすごい。いつぐらいのリリースを目指してとかあるんですか。今年中、今年中だけ、まだまだじゃあ時間がありますね、うん、そうですね、はい、ぜひ皆さん松山さんのね新作もチェック。質問来てますよ。鹿せんべい食べたことありますか。ないですあの奈良といえばやっぱり奈良公園の鹿って浮かぶもんね。そういうイメージですよね、絶対鹿って言われますよね、うん、奈良公園とかには行きます、地元の人は。そ